前回のプレイで学んだことは、欲をかきすぎると身を滅ぼすということだ。はい、スリーサイズ、私のですか？アンダースタンド。こんな時に何を。え、こいつどうやら本気のようだぞ。そうだぜ。何真面目に考えてるんですか。さてどうするね。お前は出てけよ。ですが、まあいいじゃないか。別に服を脱げと言ってるわけじゃない。私は変態だが紳士だよ。女性と交わした約束をたがえるような卑怯者ではないよ。その手があったかみたいな吹き出しが出てるけど、早く教えてくれたまえ。それに答えたら私たちに協力してくれると。割といけそう。これさ、前回下の選択肢選んだ時に土下座して拝み倒せばいけたんじゃないかな。この人割とちょろいぞ。当然だ。そうだ、それなら仕事ですから。わかりました。おお、やった。瀬島さん出てって。聞くのは俺だけでいいよ。それじゃあ上から86 59 89。ありがとうございます。正直な人は好きですよ。これでいいんですか？満足ですか？俺たちのサティスファクションはこれからだぜ。脱げ！いいだろう。ミド、彼の拘束を解いてやる。ダメか。よかったよ。いやなに。ここは東の窓から朝日がとてもよく差し込んでくるんだ。ああ、俺が交渉に応じてくれてよかったよって言ってんのか。君のネゴシエーションはなかなかよかったよって言ってるように聞こえるんだけど、このド変態め。もし君が断ったりしようものなら、このまま朝を待って塵にしてやるつもりだった。あれ、ちょっと待って。この状況下で得してんのって瀬島さんだけだよね。スリーサイズも、部下のスリーサイズも聞けて、俺の協力も得られるっていう。こいつやるな。やり手だな。何せ、いろいろと知ってしまったからね。さて、令和の李白だな。今日は一度帰りたまえ。詳しくは明日、秋葉原で御堂君から聞くといい。あの秋葉原自警団とかいう連中も協力してくれるそうだし、明日からは忙しくなるぞ。いつの間に仲間たちを抱き込んだんだ。今はゆっくり休め。ちなみに明日以降は決して露出の高い服は着るな。いいな、絶対だぞ。手や顔ぐらいの小部分なら露出していても太陽光に焼かれたそばから回復可能だから問題ないはずだ。いや、それでも嫌なんですけど。ああ、なんかそういうバリアが張ってあるとかじゃないんだね。我慢してるんだ。焼かれたそばから回復してるからいいやってことで我慢してるんだ、あれ。間違っても全裸はまずい。今の君ならば塵とカスだろ。影足じゃなかったとしても気をつけたまえ。秋葉で全裸はまずいだろ。あのキスをしてくれた少女は、一緒に倒れていた友人は、あなたのスリーサイズは見境がないな。一応聞いてみるか、教えてくれるか。え、まさかこいつバイ。貴様正気か。すいません、あの冗談です。ダメです。その普通なんです。あなたの特殊な性癖の対象として見ないでください。俺だってドノーマルだわ。
いやごめん、あの実況者の佐賀としてね、面白そうな選択肢選びたいじゃない。虹によるな。やべえものを解き放ってしまったな。処分した方がいいんじゃないかな。今のうちに逃げましょう。やばい、なんか組織内での俺のなんていうの、その地位みたいなものが揺らいだ気がするな。これはちょっとまずったかもしれない。ああ助かる。いやでも瀬島さんに対してこいつはただもんじゃねえっていう印象を植え付けたのはいいかもしれないね。なんだあいつ。なんという目でこの私を。おっさんを見る目が性的なものだったのかな。やはりいくら陰足化したとはいえ、ただの一般人を使うのは無理があったか。ただの一般人は初老のおじさんのスリーサイズを気にしたりしないと思うけど。まあこれで自由の身になったか。え、殺された。嘘だろ。おっさんのスリーサイズ聞いちゃダメなのかよ。興味があるのか。やめておけって。ろくな死に方しないんだよ。チューしてくれた子は言っている。俺にチューしてくれた子がいたはずだ。 あのすみません、報告の詳細が曖昧なままでした。影足である文月類は血液を彼に飲ませる際に唇を切ってキスによる口移しで。なるほど、濃厚ですね。ロマンチックな話だ。彼女は影足の中でも高位に位置する兄弟の末妻だ。我々と共に仕事をこなしていけば、いずれは今一度出会うこともあるだろう。あれ、妹の部屋ってもしかしてルイちゃんのこと？妹にするのかな。だがその時は分かっているな。あの子俺の妹になるのかな。ってことはあの子の部屋に監視カメラを設置して干渉する的な。そんな排他的な。いやー楽しみじゃわい。あ、やった、進んだ。やっぱおっさんにスリーサイズ聞いたのがいかんかったんや。完璧な交渉だったな。ヨシヒコさんのネゴシエーションは完璧ですねって視聴者の称賛が目に浮かぶわい。ここってあれか、エウリアンいるところか。今はいないんだけど。全裸やん、全裸ではないけど半裸やんけ。手足程度だったら問題ないって言われてたけど、半裸はどうなの。ポツリを除く、マジをブラブラする。まあズボンさえ脱げなければ大丈夫なんで。更新されていない。街をブラブラする、その格好で。警察に捕まると思うけど、少しブラブラするか。自警団のアジトへ行こうか。このキャラなんだろうね。 IT エンジェルなんとかちゃんかな。あのシューティングができるって書いてあったけど。あ、御堂聡子さん。御堂聡子です。体は大丈夫ですか。現在私は秋葉原自警団と名乗る人たちの秘密基地にお邪魔させてもらっています。ヨシヒコマーク2さんも来てください。いろいろとお話しすべきことがありますので。あ、一度死んでるんで、マーク2と名乗らせてもらっています。うん。瀬島さんの下りの件はなかったことにしてください。おっさんのスリーサイズ聞いて焼かれるとか、恥ずかしいもんね。なので、本来はマーク3なんですけど、マーク2ということでお願いします。発音はマーク2です。一応あなたはこの場所を知っているとのことですが、念のため裏通りでお待ちしております。それではよろしく。裏通りに行けばいいのね。自警団のアジトにそのまま向かうんじゃなくて、あの裏通りに行くと。ゲーム中に
スタートボタンを押すとモバイルが表示されます。プレイヤーの情報が見れる。ポツリにアクセス。取得したものが確認できる。次に全てが情報が分かります。はいはいはい。カメラモード、これでローアングルの写真が撮れると。プロフ、あ、よしこマーク2になってますね。こういシャツ着たいんだけど。シャツはどうやって着るんだ。装備か。ポツリはこれ誰、俺のアバター。図鑑、ああ、アイテム図鑑か。トゥードゥ、やることリストね。御堂里子からのメールによると、裏通りにあるらしい自警団アジトへ来てくれとのこと。あるらしいって知らないの。俺の仲間じゃないの、自警団って。駅前から出て秋葉原マップを開き、裏通りへ向かう。ご協力ください。鈴菜ちゃんを救う会にご協力ください。鈴菜ちゃんとは。急いでいます、ご協力します。鈴菜ちゃんとは美幼女ですか。すずちゃん、病気の女の子で、はい、国内での治療絶望的なんです。海外での手術の望みあるんですが、渡航滞在費、治療費に数千万円ものがお金かかってしまうんです。私たちはそんなすずなちゃんを救おうと立ち上がった募金団体です。すずなちゃん、養女にします。じゃあ1000円もっと協力させてくれ。30万。あ、そんな、あなたは神様って持ってないじゃない。すいませんね。俺いくら持ってんの今、所持金。プロフで見ればわかる。お金1万円あるじゃん。じゃあ1000円くらいだったら。え、え、金貸してくんね。おわ、ちょっと待って。ああ、よかった。警察が来てくれた。あぶねえ。ご協力ください。この上半身ストリーキングは捕まえなくていいのか。こいつすげえな、今。鈴菜ちゃんの募金するために俺から金を巻き上げようとしたのか。悪いやつだな。それでたっぷりと話を聞こう。ちょっと勘弁してくださいよ。因果応報。この人話しかけられないのか。警官強いからな。レベル低い時にはやめた方がいい、戦うの。募金の人。鈴ちゃんに協力します。1000円入れさせてください。ありがとう。うん、いいことをした。うん、メイドさん、トイレ探してる？うん、俺がトイレだ。いろいろなところがあるけど、ここは？あ、セガだ。UFO 撮った、 UFO キャッチャーか。やってみよう。おー、なんだあれ、よくわからんな。うちわとなんか iPad みたいなのと、たい焼きとマミさんみたいなのがいるけど、あ、ん、あー、そういうこと。操作方法がいまいちわかんなかった。待って待って待って、もう一回、もう一回遊べるドン。こうで、こう、どうだ。こう、奥行きがいまいち分かりづらいな。あー、でも取れたぞ。電撃少女を獲得しました。もう一回遊びますか。100円でこれ簡単に取れるな。じゃあ、あの iPad みたいなやつ、合ってるかな。奥行きすっごい分かりづらい。お、取れた。あー、ダメか、失敗です。ちょっと難しいね。カメラ回転させられたらいいんだけどな。取った。これはあれ、今取ったやつどうすんの。異名を見えっぱりになってる。図鑑か、これか。あ、違う、スキル違うよね。アイテム、アクセサリー、あ、でもいないもんな。服、ちょっとわかんない。取ったアイテムは
どこで見るんだこれ。取ったアイテムがちょっと見方わかんないですね。いらっしゃいませ。よし、こんがりふっくらカレーパン、いかがでしょうか。一つください。はい。どこに向かって金払ってんだ。ありがとうございました。またお越しください。メイドさんがカレーパン売ってくれたぞ。お、こんな動きができる。これなんか喧嘩売れたんだよな。そういえば警官がいるからな。ちょっとやめときてあげてくれる。いらっしゃいませ。あ、イラストじゃないんだ。2だとこの辺イラストだったんですけどね。吹きやすケールを買うことができます。はいはいはい。フランスパン。フランスパン武器なんだ。タウリミン X 回復剤ね。普段は読まないストリート系男性ファッション誌。一時的に気心が 1.5 倍に上昇。魔法出ることを忘れる。 UAV カットクリーム、宝くじ1個買っとくか。なんかあるかもしれないからね。ケバブ秋葉原のソウルフードですね。おでん缶もそうだな。ラーメン缶とかもあるんだ。生卵、さくらんぼ、チェリーちゃん。フランスパン買っとく？オッケー。いや、いいよ。ありがとうございました。素手じゃ心もとないからな。装備ってどうすんだろうね。装備がわかんない。プロフで装備するんだと思うんだけど。ここでなんかできることないもんな。アイテム？宝くじ。あ、俺なんか2つ買ってんな。間違えた。使う。外れた。あ、使わないと当たら、わかんないんだ。なるほどね。ちょっと装備の仕方がわかんないね。ここからできる？まだできないのかな？装備とか変更は。うん、ちょっとできないですね。今は。トワニ無線。いらっしゃいませ。ここゲームショップですよね確か。外国語辞書。あ、高っ。この辺スキルだよね多分。これはちょっと買えないな、今は高すぎて。これ元ネタなんだっけ。トワニ無線ってなんとか無線ですよね。ちょっと秋葉原もうしばらく行ってないからね。3年以上は。ここは山田電機だ。いらっしゃいませ。J-PAD、 これ武器か。高いな。ヘッドホン、あ、これはいいね。買っとくか。とりあえず安いやつは買おう。ありがとうございました。ここエウリアンいたはずなんだけどな。いないな。2011年だったらまだエウリアンは存命だよね。こんにちは。こういうの、あ、いるじゃん。やべ、エウリアンいるじゃん。こんにちは。さすが2011年、エウリアンがまだ生存している。話を聞いてみよう。こんにちは。あ、でも売りつけてこない。個展やってます。あ、無料ですよ。お立ち寄りください。さあさあ、こちらです。引きずり込まれた。いらっしゃいませ。今ここエウリアンさ、なんだっけ、3年、俺が東京から出てくる前まではなんかな、マカロニアかなんかだった気がするんだけど、エウリアンってもう秋葉原いないよね。じゃあ、あります。絵を見せてください。気に入ったものがあれば買っていただければ思います。量産型画展。残念な絵画、微妙な絵画、名画。え、ってか強っ。攻撃力高いな。これ武器なんだ。じゃあ量産型絵画ください。 OK。 そのうちこれも欲しいな。他に何かありますか。いや、買えるわ。ありがとうございました。あ、悪くないね。なんかバッ
使えねえものを売りつけられるかと思ったけど、そういうことはないんだ。ラジカンが、ここラジカンがあったとこだよね。ラジカンなくなってんな。工事中になってる。オープニングではラジカンあったのに。敵を倒すと武器アイテムを落とすことがあります。拾うことができます。拾ったアイテムはモバイルアイテムに追加されます。拾った武器は着替えで装備できます。着替えがないんだけど。服はどこへ行く？服を手に入れました。取得した服はプレイヤーの持ち物として保存されます。着替え画面で手持ちの服を確認できます。服を着ていない状態で外に出るとプレイヤーは死んでしまいます。着替えで服を着てから外に出てください。社会的にってこと？物理的にですね。あ、ここで着替えられるのか。はいはいはい、 OKOK、 大丈夫、知ってっから。あ、電撃少女って武器なのね。何かと思った。背中に背負ってんだマミさんだよなこれ。あー、電撃少女の方が強いのか。100円で取ったこれの方が強いもんね。ヘッドホンかなりの変態だな。まあ服着ときますか。はい、じゃあセーブして、今回ここで終わりますかね。もうちょっとやれるかな。秋葉原駅前裏通り、ここが裏通りね。多分イベントが始まっちゃうと思うんで、一旦ここで、終わっておきます。はい、また次回よろしくお願いします。ありがとうございました。